横浜市港北区にある大倉山公園で2月23日と24日の2日間、第36回大倉山完売会が開催されました。散策が楽しめる公園内の梅林エリアにはおよそ46種類の梅が咲き誇り、会場は鮮やかな彩りに包まれていました。完売会に合わせてうまく咲いてくれてるなというふうに考えております。花を見るだけでなく、いろんな食べ物を提供しているお店も出ておりますんで、たっぷりと楽しめるはずなんですけども、いかんせん寒いですから、お体も気をつけながらですね、お楽しみいただけたら幸いでございます。取材したこの日は、雨の影響で残念ながらステージイベントは中止となってしまいましたが、開会式は予定通りに行われました。会場には大倉山梅林の梅を使用して作った梅酒の試飲販売をはじめ、甘酒やおでんなど飲食の屋台が出店し、多くの来場者が訪れました。梅の香りがですね、街の中に漂ってくる気がしまして、この頃になるとですね、自然とこちらに足が向いてしまうというのは昔からの思い出でございます。この大倉山公園、桜ですとか、綺麗な花がですね、見えますので、ぜひ皆様、こちらの方に足を運んでいただければというふうに思っております。